ファイナルパソコン引っ越し Windows 10特別版。専用 USB ケーブルを利用して Windows 7から Windows 10への引っ越しをご紹介します。まずは引っ越し元 PC Windows 7側から作業を開始します。ファイナルパソコン引っ越し Win 10特別版を起動します。はいをクリックします。トップメニュー画面です。新しいパソコンへの引っ越しを選択し、次へをクリックします。引っ越しに関する注意事項などをご確認後、上記の内容を読み同意しますをチェックし、次へをクリックします。このパソコンが引っ越し元、先のどちらかを選択します。現在作業中の PC は移行元ですので、古いパソコン移行元を選択して次へをクリックします。引っ越し方法を選択します。専用 USB ケーブルで引っ越しを選択し、次へをクリックします。専用 USB ケーブルを接続後、次へをクリックします。以上で移行元 PC での作業は終わりです。この PC はこのままの状態で新しい PC の作業に取り掛かります。移行先 PC Windows 10です。ファイナルパソコン引っ越し Win 10特別版を起動します。はいをクリックします。新しいパソコンへの引っ越しを選択し、次へをクリックします。引っ越しに関する注意事項などを確認後、上記の内容を読み同意しますをチェックし、次へをクリックします。このパソコンが引っ越し元、先のどちらかを選択します。現在作業中の PC は移行先ですので、新しいパソコン移行先を選択して次へをクリックします。ライセンス認証画面です。お名前、メールアドレス、ライセンスキーを入力して次へをクリックします。引っ越し方法を選択します。専用 USB ケーブルで引っ越しを選択し、次へをクリックします。専用 USB ケーブルを接続後、次へをクリックします。分析結果ファイルの読み込みが開始します。お使いのパソコン環境によってはこのような画面が表示されることがありますが、ここではそのまま次へをクリックします。引っ越し項目を決定していきます。引っ越しするデータの準備が始まります。引っ越し準備が完了しました。次へをクリックすると引っ越しデータ移行が始まります。引っ越しデータ移行が始まりました。引っ越しにかかる時間は引っ越しするデータ量や種類に大きく影響されますが、 1GB あたり約5分から15分程度です。引っ越し完了です。完了をクリックしてください。